皆様こんにちは、ちゃんさんです。今回はモードな春夏メイクをやっていきたいと思います。それではスタートです。まずはベースからやっていきます。最初に使っていきますのは愛用歴4年目になりますラロッシュポゼ UV イディア XL プロテクショントーンアップです。今回はアイメイクをモードにしていきたいので、お肌はなるべく明るさを出していこうと思いました。お肌も暗めになってしまうとどうしても顔全体がくすんで見えてしまうので、皆さんもねお手持ちのものございましたらぜひトーンアップ力があるものを使ってみてください。そしてこの上からですね BB クリームを塗っていきます。マキアージュのドラマスティックカバージェリー BB です。 BB クリームには日焼け止め、化粧下地、ファンデーションなどの効果が含まれているんですが、ここでファンデーションを使うよりも特にマキアージュの BB クリームはカバーをしながらも素肌感をすごく大事に残してくれるので、アイメイクにポイントを持っていきたい時にはベースはなるべく薄く、でもあらはしっかりカバーする、そんなベースメイクがいいかなと思っています。おやおや、何か取れたみたいですね。こちらはなんと猫の毛でございます。はい、そして何事もなかったかのようにスポンジで叩き込んでよりお肌に密着させていきます。ポン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 って感じです。そうしましたら次にコンシーラーです。ディオールのディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラー、こちらは非売品サイズになっています。こちらはですねポンポンとほんの少量気になる部分にのせていきます。使う量がこれしかないのでですね、通常サイズを買わなくていいかなと思ってきてしまい持っていないんですが、もう十分これでもカバーができるので購入してはいないんですが愛用させていただいております。小鼻の赤みなんかもとても消しやすいですね。はい、そして次に NARS のライトリフレクレッティングセッティングパウダープレストエンを使っていきます。この読むのが難しいパウダーですね。光を反射させて肌悩みなどを目立たなくさせてくれるパウダーでもあるので、お肌は綺麗に見えますし、かつこんなにサラサラになるので崩れにくくもなるんですよね。では次に眉毛描いていきます。使っていきますのはビセのビセリシアイブロウパウダーライトブラウンというカラーです。こちらのパウダーは密着力が良くて発色もいいので、パウダーなんですけれどもしっかりメイクしたい時にもすごく使えるアイブロウパウダーかなと思っています。クールな印象にしたいのでやっぱりこの眉毛の三角形の部分はしっかり描くようにしました。しっかり色をのせた後はここで終わらずにスクリューブラシを使ってぼかしていきます。そうすることで濃い眉毛も顔になじみやすくなります。そしてケイトの 3D アイブロウカラー N ローズブラウンという、まあ、赤み系のブラウンですね。眉マスカラを塗ることで一気に垢抜けますし、かつこちらは毛を立てることができるので強めの印象にしたい時におすすめです。はい、ではいよいよアイシャドウ塗っていきます。 XL のスキニーリーチシャドウ SR12 のデニッシュブラウンという、まあ、限定色なんですけれどもこちら使っていきます。最初にオレンジのカラーをアイホール全体に塗っていきます。際から外にフェードアウトしていくようにスライドさせながら塗っていくのがコツです。このアイシャドウを持っている方いらっしゃいましたら同じカラー使っていただいて、持ってないよっていう方は似たようなカラーでぜひ試してみてください。下まぶたはこのように濃いブラウンをライン状に入れていくのが今回の大きな大きなポイントです。目頭側から外側に払い上げるような感じで塗っていきます。そのブラウンをピンク系のアイシャドウでぼかしていきます。こうすることでですねパキッとしすぎずにじみ出るようなモード感を演出することができるんです。今回のモードメイクは春夏向けですので、ここにピンクを入れることで爽やかさも出てきますよね。今目尻ちょっとブラウン足しました。続いて D アップの新作エアクリームペンシルのシナモンブラウンというカラーのアイライナーを使っていきます。こちらで目尻のラインを垂れさせるように引いていきます。目元をはっきりさせてくれるカラーでもあるんですけれども、オレンジメイクとの相性がとっても良くてですね、抜け感も出てきます。そして上げたまつげの上からエテュセのマスカラグロッシータイプ、今回はダスティーパープルというカラーを使っていきます。こちらですねくすみ感のあるパープルで、しかもグロッシーなツヤが出るマスカラですので、ブラックよりも柔らかさをまといつつも大人の色っぽさが出るようなカラーになっています。お次に大事なチークです。ヒーミーのピュアチークカラー
ポッピーワインというカラーをのせていきます。マスカラ以外は暖色系で来たんですけれども、寒色系のチークをちょっとこう入れることでツートンのバランスをとってみました。はい、そしてリップはリカフロッシュのジューシーリブティント06のルーブラウンを使っていきます。リップは暖色系を持ってきました。メイクを挑戦系にした時は自分のパーソナルカラーに合うものを持ってきてあげるとアイメイクも浮かずにまとまってくれると思います。ちなみにリップも指でポンポンポンと重ねるようにするだけで本当に本当に簡単に抜け感が出せるのでやってみてください。そしてラストシェーディングです。キャンメイクのジューシーシェーディングパウダーの01番を使っていきます。もう鼻といつも通りおでこ、結構鼻のシーンが長かったですね。はい、で顎を塗って、完成になります。イエーイ。目のグラデーション結構綺麗にできてますね。そしたらこのボサボサの髪の毛をセットしていきます。はい、髪の毛もセットしてきました。メイクの完成です。あんまりしないスタイルというか、すごい意外といい感じにできたかなと思います。今日はもうザーザーの雨なので、これくらい髪の毛もウェットにして、崩れが気にならないような感じにしてみました。途中でもしこうバサッとしてきちゃったら、もういつも愛用しているこちらの、ジョンマスターのスリーキングスティックをつけて、こうアホ毛とかこの辺のパサつきなんかを抑えたいなって思います。なんかシンプルもいいですね、ストーンって感じ。はい、ピアスも大きめでいいんではないでしょうか。でメイクなんですが、下にこういう風にラインを入れているんで、ちょっとこうかっこいい感じ、キリッとした感じが出ているかなと思います。ここいつもはこの辺に締め色を使うんですけれども、目尻につけるとこう可愛く丸い立体的な目になって、ここに入れるとこうちょっと釣り目っぽいような印象になるかなと思います。なんですけど最後にアイライナーで下にこう垂れさせているので、そこでこう強すぎないように工夫してみました。それではこんな感じで今回は以上になります。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。今日のメイクいかがでしたでしょうか。やってみたいと思っていただけた方、猫の毛よく顔についちゃうよという方、ぜひ高評価、コメント、チャンネル登録していただけると嬉しいです。